こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。今日は FBA 同品の途中でですね、えー、このプレップガイダンスというので、チューズカテゴリーという項目が出てきます。まあ、ここで何を選択してどうするかということなんですけど、えー、まず、この選択、ね、カテゴリーをクリックすると、この、えー、選択しろと、一、えー、つ選べというのが出てきますんで、この、えー、下、 上下の三角のところを押します。そうするとこう選択項目出てきます。で、日本語でね、えー、訳したのはこちらになるんですけど、まあ、ベビー用品、シャープ、もろい、ガラス、アパレル、ファブリック、ぬいぐるみ、テキスタイル、まあ、小さい、アダルト、液体、で、必要な準備なしと。で、必要な準備なしの商品の場合ね、ここを選択すれば、えー、それで OK、ね、必要な準備なし。 のプレ r プ p need i を選択して、Choose をクリックして、まあ、コンティニューでそのまま進んでいくと。これで OK ですで。もし必要だった場合ですね、それぞれ該当するものを選んで、例えばシャープであれば、まあ、これね、えー、尖った霧みたいなものを輸送中に、えー、梱包を、ね、突き破っちゃって剥き出しになっているとそう。そうなるリスクがある梱包は、 えー、輸送中に動いてもね、えー、霧が出ないように梱包しなきゃいけないと。まあ、多分一番注意しなきゃいけないのはこれでね、えー、これ危険な状態で納品すると一発でアカウント削除のリスクがありますね。えー、だから危険な商品は梱包、追加梱包のやり方がよくわからないという場合はね、確認してください。で、自信がないという場合はこれは扱わない方がいいです。で、その他の えー、項目に該当する場合はね、えー、またこの画面で、えー、説明してるとくどくなっちゃうんで、個別にご相談ください。で、あとね、これ日本語表示になってますけど、一見便利なようで、これすごい不便です。えー、なぜならね、えー、日本語のテストってあんまりしてないんで、結構バグが多いんでね、えー、こう、 こう対比して同じとこ進めてるはずなのに、全然ね、画面が出てこないとか、あるはずの商品が出てこないとか、あるはずの納品設定がなくなっちゃったとか、ね、えあと、説明文が、大切なもんが抜けてるとかね、結構いろいろ、えバグや落ち度があります。ですんでね、まあもう、英語を見てると気が見えるという方以外は、わかんなくても、英語で表示して、 で、えー、マニュアルと照らし合わせで分かんないところは聞いてもらうというやり方で進めてね、英語の画面に慣れた方が無難です。これ日本語ね、本当海外のこの日本語翻訳サービスって使うと、えー、結構ね、地雷にはまって落とし穴にはまるというか、結構痛い目に遭うことが多いんで、まあ、ナビしてて現にね、えー、英語表示だったら問題ないんだけど、日本語表示だとね、 この画面ないけど何言ってんだろうと、あるいはね、えー、あるはずのものがなくなっちゃってるというようなのが実際にね、えー、ちらほら出てますんで、日本語,日本語表示アプリ、まあ、Google のアプリを使うにしろ、Amazon で日本語表示に切り替えるにしろ、えー、バグが多いと、できれば使わない方がいいというのはね、覚えておいてください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。